です。来たばっかりで申し訳ないんですけど、ちょっとお使い頼まれてくれませんか。いやなんか私急にお汁粉とか飲みたくなっちゃいまして、買ってきてほしいなって。じゃあ私お味噌汁。おでん。私はトムヤムくんで。逆に喉が渇きそう。いいからいいから、お願いしますね。はあ、なんとかごまかせました。ナイスよみひろ。これでしばらく時間が稼げた。さあ今のうちに準備準備。ババハイ。よいしょ、できた。はあ、なんとか間に合ったね。はあ、おいしそう、みひろのパパさんのお料理。先輩の大好物ばかり用意してもらいましたよ。とあちゃん、ムービーの編集は完璧。サプライズで誕生日のお祝いなんて、こうきくんびっくりするかな。先輩にはいつもお世話になってますからね。みんなちょっとお兄ちゃんに頼りすぎだと思う。最近は生徒会室にいない時の方が多いくらいだもんね。あ、来た。よし、全員配置につけ。ラジャー、どうぞ入って。こうきくん。なるみくん。お兄ちゃん。先輩、誕生日おめでとう。って、トムヤムくんどこで買ったんですか。さすがね。おでん美味しい。料理食べようよ。なんとなく、あれ?タイトルコールしないですか?実はこのコーナーも最後でやることがないの。あとは実際にプレイしてみてって感じですしね。一応これで最後だから、みんなで我が輩とカコタマをよろしくって宣伝しておこうよ。そうだね。じゃあせーのでいくよ。せーの、我が輩とカコタマよろしくね。で、私たちはどうやって書いたらいいんだ。わかりません。